皆さんこんにちは、ももじょういちえこです。男性が男性らしく輝くために大切な男性ホルモン、でも20歳頃をピークとしてだんだんと分泌量は減っていってしまいます。年齢とともに減るだけではなく、ストレスなど様々な原因でさらに早く減ってしまう場合もあります。男性ホルモンが減りすぎて、やる気や集中力の低下、うつなどの男性更年期障害になってしまう中高年の男性がいらっしゃいます。こうした男性更年期障害の隠れ患者さんは日本でもかなり多いのではないかと指摘されていて、近年注目が集まっていますね。また男性更年期障害になってしまうと ED も合併しやすいことが分かっています。じゃあなんで男性ホルモンって減っちゃうの、増やす方法はないのというところ、今回の動画で解説していこうと思います。このチャンネルでは人生100年時代に男女ともに役立つ健康情報を発信しています。いいねボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。男性を男性らしく元気に保つ要の男性ホルモン、主な成分はテストステロンですね。筋肉がついてたくましい体になったり、やる気や集中力を高める働きもあります。テストステロンが多いと自信がみなぎり、リスクをとってもチャレンジするバイタリティが高まる傾向があると報告されていますね。体も筋肉質でタフ、リスクをものともせずにバリバリ仕事をして結果的に出世もしていくような男性はもちろんモテちゃいますよね。テストステロンがモテホルモンとも言われる理由ですね。一方で最近話題になることが増えている男性更年期症候群という病気、一定以上テストステロンが減ってしまうと男性更年期症候群を発症してしまいやすくなり、主に45歳から55歳以降の男性で見られます。年齢を重ねるにつれて徐々に精巣でテストステロンを作る細胞が減少します。さらに脳からのテストステロンを作れよーっていう命令ホルモンが減少して、総テストステロンは低下していきます。血液検査をすると40歳での2から 5%、 70歳の 30% から 70% でテストステロン値の低下が見られるとされています。しかもテストステロンが同じ数値だったとしても、実は年齢を重ねていくにつれて SHBG というタンパク質にくっついてしまって、サボって仕事をしないテストステロンが増えていってしまうので、ますますテストステロンパワーが不足しやすくなるわけですね。このサボっているテストステロンを差し引いたテストステロンのグラフがこちらの水色のグラフです。テストステロンの合計値を見た黄色のグラフだとなだらかな減少に見えるんですけれども、実はそれ以上にちゃんと仕事をしているテストステロンは早く減っていってしまうことがわかりますね。しかもストレスにさらされているなどの原因がある方の場合、30代といった若い年代でもテストステロンが減ってしまい、男性更年期障害を発症することがあると言われています。年齢以上に男性ホルモンが急激に減少してしまう原因としてよくあるのは、長引くストレス、喫煙、運動不足、寝不足などがありますね。大阪大学の辻村医師らの報告によると、こうしたちゃんと仕事をしているテストステロンが減ることが ED とも強く関連しているということですね。男性更年期症候群を発症しなかったとしても、テストステロンが減るとメタボリック症候群になりやすくなります。さらに心臓病や糖尿病などのリスクを高めてしまい、寿命が縮むリスクに関係すると言われています。またうつ病や性機能の低下、認知機能の低下、骨粗しょう症、内臓脂肪の増加、悪玉コレステロールの増加などといったさまざまな体への影響が出る可能性がありますね。男性更年期症候群の症状としてよくある症状をこちらにまとめてみました。リビド、性欲と勃起能の質と頻度、とりわけ夜間睡眠時の勃起の減退、知的活動、認知力、検討式低下及び疲労感、抑うつ、短気などに伴う気分の変調、睡眠障害、筋容量と筋肉低下による女脂肪体重の減少、内臓脂肪の増加、体毛と皮膚の変化、骨減少症と骨粗鬆症に伴う骨炎量の低下と骨折リスクの増加、これらの症状がある方は若くてもすでに男性更年期症候群かもしれません。
テストステロンが減っている症状の可能性があり、要注意ですね。男性が男性らしく生き生きと活躍し、異性も引きつける力を持つテストステロン。でもテストステロンが減ってしまうと、性欲は落ちるし、ED にもなりやすくなり、頭もぼーっとしやすく、やる気もなくなって、筋肉は落ちて、内臓脂肪が増えて、お腹ぽっこりになってしまうなど、いろいろと体に悪い変化が起こってしまうんですね。仕事の成果が上がらずに、体もたるんでお腹ぽっこり、性欲ダウンで ED にもなってしまったら、仕事で左遷されるとか、彼女や奥さんから愛想を尽かされるという最悪の事態もありえなくはないかもしれません。実際テストステロンの減少がきっかけでうつ病になってしまい、精神科通いになってしまう方もいらっしゃいますね。じゃあテストステロンが減らないように、増えるようにするにはどうしたらいいのって気になりますよね。男性ホルモンを増やすコツ、 ED を改善する方法について解説した動画をアップしてみたんですが、 YouTube 的にバツだったのでアップすることができなかったんです。でも日本の男性の皆さんにはぜひ元気で活躍してほしいと思っています。なのでこうしたお悩みのある男性のために、男性が生き生きと元気に生きるための知識を配信する LINE を始めました。概要欄にリンクを貼っておきましたので、ぜひぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。